皆さん、こんにちは、リットです。今回ですね、漫画大賞2022のランキングトップ10紹介していきたいと思います。というわけで、まずね、漫画大賞で皆さんご存知でしょうか？まあね、この説明を軽く最初したいと思うんですけども、漫画大賞2008年にできました。今年で15回目を迎える有志による漫画賞という、完全にね、もうこれ、投票する人のノーギャラ、ボランティアで全部もう、運営もやってるみたいな、大賞で、まあこれまで名だたる作品がね、大賞を取ってます。昨年早々のフリーレン。が撮ってますし、その前だとブルーピリオド。で、2019年がカナタのアストラ、2018年がビースターズ。そうそうたる作品がね、大賞取ってんですよ。で、すでにビースターズ、カナタのアストラ、ブルーピリオドに関してはアニメ化されてる。まあ、昨年大賞のね、そうそうのフリーレンもアニメ化待ってなしかという状況で、まあ、今回の大賞作品もアニメ化かなり近いんじゃないかな。でも、正直かなり意外な作品がね、大賞に輝いてますね。そういうのもね、お楽しみ。まあ、かなりやっぱこの作品結構実力重視なのかなっていう、まあ、いろんな賞があるんですけど、この漫画大賞が一番なんかフラットに見られてるってよく言われているかなっていうところで、ちなみにタコピーの現在大賞になってません。はい。なんでね、その点ご了承ください。というところで、面白いと思った漫画をその時誰かに勧めたい。そんな気持ちが形になってこの賞が始まりましたと。で、運営は漫画大賞実行委員会が行っています。選考委員は実行委員が直接声をかけた漫画好きの有志たちと、書店員をはじめとする様々な職業の方が、手弁当、ノーギャラとですね、ボランティアで集まってこの祭りを支えていますと。選考対象が、2021年、昨年の1月1日から12月31日に失敗された、まあ昨年中に、出版された最大巻数8巻前の作品というところですね。で、選考対象は電子書籍も含まれてますよという。選考方法が、こんな感じですね。一次選考が、対象、投票の作品対象数、投票対象作品数が233作品あって99名が参加されてますよと。で、まず最大5作品を選出、漫画大賞に推薦したい作品を選出しまして、で、2選考で、投票数が多かった10作品をノミネート作品、そこからね、まあ、ポイントというか上位3作品を選ぶと。で、その結果を集計して、年の一押し漫画大賞決定ということで、で、ポイントの集計方法が1位3ポイント、2位2ポイント、まあ、出た？あ、あってた。1位3ポイント、2位2ポイント、3位1ポイント。で、この合計によって、決められてますよというところです。で、ちょっと説明なくなりました。早速ですね、第10位から紹介していきたいと思います。では、まず10位です。10位。自転車屋さんの高橋くん32ポイント。これ読んだことないですね。こちら、32ポイントが10位というところになってます。では、次第9位です。第9位。海が走るエンドロール来ました。45ポイントってね。僕ちょっとさっきまで1話読んだんですけど、この先にこの漫画がすごい2022の、女編大賞作品、第1位の作品というところで、まあ、やっぱ最近すごいよく聞くなと思って、本庄ね、一巻しっかり読んでみようかなと思ってます。おばあちゃん、65歳を過ぎたおばあちゃんが美大生を会ったことをきっかけに、自分が映画を作る側に回るみたいな話っていうことなんですけれども、1話見た感じで結構これ、ここから面白くなるんじゃないかって感じで、なんか、ブルーピリオドっぽさをちょっと感じた、なんか謎にね、まあ、美大、あれは美大の話なんだけど、これは、65歳の女性がそこからまあ目指していくみたいな感じでね、話になっていくかなと思う。これ面白そうですね。ちょっと期待したいと思います。はい、またね、一巻読んだら、またちょっともしかしたら単行本とか買ってるかもしれませんね。はい。では、次で8位ですね。推しの子49ポイント来ましたというこれ。推しの子はね、まあこういう賞はなんか手堅く高い順位にいるかなっていうところで、まあ正直一番これがおもろいよって感じ僕は思ってるけど、まあまあなんかもう正直多分推すまでもないっていう感じかもしれないね。はい。まあこちらもアニメ化もされると思いますけど、マジでおもろいから、マジで読んだ方がいいですよ。かぐや様の作者のね、原作者の赤坂赤先生から横槍綿子先生が作画やられてるっていう作品、とんでもなく面白いです。まあ芸能界に今光と闇みたいな感じをね、描いたりしてる作品なんですけど、もう結構伏線とかもありつつ、まあなんかラブコメ要素も若干ちらつかせつつってところですけど、まあむちゃくちゃ面白いです、この作品は。はい。超おすすめですよ、ということです。続いて第7位ですね。ダンダダン来ました。53ポイント。ダンダダンとかね、正直1位取ってもいいんじゃないかなと思ってたし、そんぐらい勢いもある作品かなとは思ってました。タコピーの現在出てきちゃったからね、ちょっとなんか最近勢いない意味見えるけど、この作品もやっぱ新作でめちゃくちゃ売れてますし、人気もあるということで、やっぱ画力がまずめちゃくちゃ高いですよね。画力がすごい高い、作画がめちゃくちゃいい中で、なんかラブコメ要素があったり、オカルト要素があったり、バトル要素があったり、いろんな要素が非常に面白くうまくね、バランスよく散りばめられてていいなと思って、ね、読ませていただいてます。ジャンプラス連載中となってますね。では次第6位、こちらですね。トリリオンゲーム55ポイント来ました。
リーチロー先生、ドクターストーン連戦、本当お疲れ様でした。ドクターストーンの原作者さん、アイシールド21の原作者さん、やばいね。だから、アイシールド21書いてドクターストーン書けるんやって感じするんだけど、その作者さんが初めて青年漫画に挑戦した。これがトリリオンゲームなんですけど、めっちゃおもろいですよ。なんかね、絵柄であんまおもろくない、あんま合わねえなとか読まない、なんか読みませんみたいなコメント前、結構いただいて、すごい悲しかったんですけど、これマジおもろいです。すごいね、天才エンジニアみたいな主人公と、めちゃくちゃ効力高いって主人公、二人がタッグを組んで1兆ドルかなを、獲得を目指していくみたいな、ね、そんなもうそれ世界を取ろうみたいな、ね、そんな感じの作品なんですけど、めちゃくちゃ面白いです。はい、おすすめですよ。一押しです。では次第5位こちらですね。地失礼しました。失礼しました。地球の運動について59ポイント。地もね、次の巻で完結かなっていうところなんですけど、地がね、正直やっぱ序盤の方がおもろかったかなって僕はちょっと思ってて、でこれちょっとアニメ化とかも結構まあね、なんか宗教とかの絡みもあるし、マジかなりグロいとこもあるから、私のね、なんか母も実は読んだんですよ。ちょっと僕今貸し出してるんですけど、ね、行くと図書館から貸し出しをさせていただいてるんですが、まあちょっとグロいところもあるんだけど、やっぱね、まあ、序盤めちゃくちゃおもろかった。まあ最終巻うまくまとまればなって感じはしてるけど、まあ、若干ちょっと面白さが落ちたような感じはしてますけど、とんでもなく面白いのは間違いないよね。一押しですし、まあ、もうすぐ完結を迎えるということで、7巻で完結になるのかなっていうところだと思いますんでね。気になる方はぜひね、これを機に読んでみてください。はい。まあ、ちょっとね、なんかメディアミックス難しいのでぜひね、漫画で読んでみてください。あと、この作者さんのうろつ先生、前作の100円、これめっちゃおもろいですね。俺マガポケやってましたけど、めっちゃおもろいんでおすすめですね。はい。では次第4位です。第4位。女の園の星63ポイント。いや、強いですね。女の園の星も、本当でもなんか毎回漫画賞上位にいるなって印象で、この漫画がすごい2021の、女編第1位。だから海が走るエンドロール。うん、これの前の大賞作品ですね、だから。うん、そういうことで。まあ、女園の星、僕実は3話ぐらいの読んだったんだからね、実はまだ1巻全部読んでなかったはずで、なんか、女子校の教師の星先生かなが来て、なんかいろんな日常が、みたいな感じ、結構、まあ、笑えるギャグ作品みたいな感じだったと思うんですけど、なんかね、まあ、普通におもろいかなって感じだったんで、ちょっと1巻じゃ普通にひとまず読んでみようかなって、ちょっと思ってます。はい。さすがにこんだけ賞入ってたら、こんだけやっぱ根強い人気があるし、ね、相当面白いんだろうな。相当面白いというか、誰が読んでも面白いっていう感じがあるんだろうなって思ってますね。はい。ちょっと読んでみようかなと思います。では続いて、ここはトップ3やっていきます。第3位です。第3位。平休み66ポイントという号ですね。これが、ビッグコミックスピリッツかな、週刊スピリッツさんで連載されている作品というとこで、僕さっきね、3話ぐらいまで、3話言い過ぎだ、マジで。全然嘘でした。1話読みましたってね。うん、平休み。この作品は、主人公はなんかフリーターでなんかすごい自由人やってて、なんかおばあちゃん最初、なんかおばあちゃんになんかいろいろ恵んでもらってるみたいなのが始まって、なんか最後、主人公といとこが来て、なんか二人暮らししますよみたいな感じで、でいろんな人が来るみたいな、ここから面白くなるかもしれないね。うん、ちょっと面白いから一回読んでみるかもしれませんけど、うん、結構いろんな悩みを抱えた人が集まってくるみたいな感じなんで、なんか2話以降もっと面白くなってくるような感じもしてますけどね。うん、まあ、ひとまず、まあ、読んだ感じは普通かなって、初めてちょっとこの先聞いたんですけどね。まあ、3位と、なってました。はい。そして第2位です。第2位。ルックバック68ポイント。まあ、ルックバックはね、もう、昨年も一番盛り上がったというのは間違いないんじゃないかな。最終的にめちゃくちゃ売り上げも出ましたし、まあ、チェーンソーマン作者のね、藤本辰樹先生読み切り漫画という項で、読み切りでこんな漫画賞取れんだっていう、なんかめちゃくちゃ思ったのをね、まあ、すごい思ってます。まあ、読み切りで言っても本当、あれですね、一冊分、漫画一冊分あるから、で、僕自身も単行本買わせていただきましたけど、まあ、それでね、いろいろちょっと問題があるとか言って、なんか変わったりとか、まあ、いろいろありましたよね、この作品もね。この漫画がすごい2020年に大賞取ってたりとか、漫画賞もかなりね、毎回上位に来てるかなっていう作品ですし、まあ、めちゃくちゃ面白かったっすかね、この作品も。もう僕確か当時、電車がなんかね、会社行くときに読んだらもう泣いちゃったと。電車の中で泣いちゃうっていう、ね。いや、すごかったですよ、この作品は。まあ、結構、ほんとまあ、いろんな要素が詰め込まれてて、まあ、すごいやっぱ、感情移入する要素もあるし、考察する要素もあったし、やっぱなんか、藤本先生らしさっていうのかな、もう出てたし、やっぱその、セリフはそんなにないんだけど、コマとかでうまくその、何、描写で表現するところとかもうすげえなと思ってね、読みましたね。いや、すごかったです。これはね、マジ絶対読んだ方がいいです。読み切りなんでね、ぜひね、サクッと読めますんで、気になったら読んでみてください。はい。
ジャンプラスでも読めんのかな、まあもう気になるのはもう単行本買っちゃうのありだと思う。そんぐらいの価値間違いなくあると思います。はい、そしていよいよ第1位発表していきます。第1位、これはねちょっともう全く予想外やった。第1位こちらです。ダーウィン事変74ポイント1位ですということで、これ予想できた人いないんじゃないかなぐらい、正直かなりダークフォースじゃないですか。僕もね、名前は知ってたんですよ。名前は知ってて、初めて今日あのコミックデイズさんの今3話ぐらい読めるんで3話まで読みました。うん。で、結論面白かったかどうかっていうところなんですけど、まあ普通かなっていうのは正直なところで、まあそんな劇的な面白さは僕は正直感じなかった。うん、例えば早々のフリーレンとか、ブループリオとかね、過去の対象作品ですよ。ビースターズとかね、カートのアストロとか、まあとんでもなく面白いですよ。まあとんでもなく面白いわ。うん。まあ早々のフリーレンは最近ちょっと怪しいけど、まあとりあえず序盤はめちゃくちゃ面白い間違いないんでね。うん、まあそういうのに比べてちょっと劣るような気が正直してるんだけど、まあ1位ということで、まあちょっと、ひとまずね、1巻は普通にレンタルコミックから借りて読んでみようかなと思うんですけど、人間とチンパンジーの間に生まれたヒューマンジーって出てくるんですよ、この作品っていうのは。うん。で、単行本の表紙にまでもヒューマンジーのね、キャラなんですけど、それに、なんか ALA だったかな、なんか動物を保護するみたいな、ビーガンの人たちが集まって、その、ビーガンじゃない人、まあ普通に肉とか食べてるんだよね。そういうのを、まあなんか許さないで動物を救うぞみたいな、で、テロ組織みたいな、ちょっと関わっていって、なんかだんだん話が広がっていくみたいな感じだと思うんですけど、まあちょっとひとまず読み進めてみようかな、っていうのは思ってますが、これが対象なんだっていう感じはしてて、対象取るってことは、アニメ化もめちゃくちゃもう十二分にあるのかな、っていうのは思ってますんでね。うん、まあまあ、まあひとまずちょっとしっかり読んでみようかな、っていうのは思ってます。かなり意外でしたね。うん。皆さん何1位になると思ってました？まあ僕はやっぱそのなんかダンダダンとかそのなんか勢いのある先、タコピーで対象になってないって考えたらね、うん、まあそうになるのかなと思ってましたから。まあ、今回はダーウィン・ジーンが1位を取りましたよというところですね。トリリオンゲームとかもね、1位になっていいと思うよな。あと、まあ推しの子とかなんかなんだかんだ1位になるんですね。ちょっと悔しい感じするけど。はい。まあ、こんな感じで今回の漫画大賞、2022の紹介以上となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。僕ですね、普段いろんな漫画大賞の紹介もやってますし、漫画賞との紹介もやってますし、僕自身結構アニメの感想とかランキング情報とかも上げてて、それでも、漫画はおすすめ漫画紹介とか、購入品紹介とかね、その月の発売のおすすめ漫画紹介、その辺もね、やってますし、ラノベの紹介もたまーにやったりしますんで、ぜひこれ機にチャンネル登録だったり、高評価の教えていただけると大変嬉しいです。締めたいと思います。本ですね。皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で今回紹介した作品すべてね、概要欄に購入リンクも貼っておきますので、まあ、気になった方はね、ぜひそこからチェックしてみてください。